ももしもし、マリです、えー、父の詩や葬儀に関しての皆さんの優しい心遣いに感謝いたします久しぶりにいとこと会えたりまあ一人だけじゃなくてたくさんのいとこと会えて 長いことは会っていなかったのにまるでついこないだあったようなそういうつながりを感じられたのは家族の絆だなと思いました、えー、もしかしてこれを聞いてくれている私の,の親戚の皆さん再会はとても嬉しく。 パパが悲しい出来事ではありましたがそういう機会をもたらしてくれたことを感謝しますさて今ちょっと前に、まあ、私今ちょっと寝てたんですけども「えー、Being Peace」という本を本当に一部だけ読みました私今日お腹の調子が悪くって <laughs> ちょっと変な話ですけどおトイレにいた時おトイレにその本が置いてありまして読んで今日は以前よりも深くその本の一部を分かることができたので皆さんにシェアしたいと思いました英語でしたのでそしてちょっと画面が暗かったりして分かりにくいかと思って かかりににくくったと思うのでで今ここで少しししだけ優しく簡単に説明します私も今日までピンとそのタイトルの意味がまあ,あの心の底には響かなかったんですけども「Being Peace」という言葉の意味は平和を求めるのではなく自ら平和の一部になろうという 意味だと思います自らが,が自らが平和になるそれが自分の周りにも伝わっていくということだと思いますテク・ナットハンというお坊さんはベトナム人のお坊さんで大変世界の平和にうん 務めた方です貢献した方ですその方は決して世の中は楽だとは言いませんでした生きているというのはこの世の中というのは苦しみの連続なのですそれは私も同じです皆さんもきっとそうでしょう年を取ってくると 喜びの数よりも苦しいことの方が確率的にも増えてくると私は思いますしかしそんな時にも苦しくともふと見上げた空の青さふと道端に咲いてるお花の可愛さふと頬を すり抜けたそよ風の優まあこれは今私が作っている言葉ですけれどもそのようなものたちと出会った時の驚きや感謝を忘れないようにしなしれ忘れないようにすればその瞬間に自分に微笑みが戻ってくるどんなにつらい日々でもそういう 瞬間を素直に喜べたり驚けたりする気持ちを持ち続ければその時にできた微笑みが周りにも伝わるということなんです周りにも好印象、好影響を与えるということですだからツンツンガミガミいつもいつも苦しんだり怒ったりしているんじゃなくて そういううういいいとととししした瞬間も忘れない努力をしましょうということですすでにつらい苦しいのはみんな分かっているんですそんな中で醸し出す微笑みのパワーというのをわざとじゃなくてこの世の奇跡ミラクルも忘れないようにしようねということです 苦しみや怒りも伝わってしまって一人一人が怒っていると戦争にもつながるけど一人一人の心が静かで優しければ世界全体が静まる本当に基本のこんなわかりやすい話はないんですけどみんなそれができないなので心がけようという お話です今 CNN でバイデン大統領がポーリッシュの大統領と会談していますまあこの戦争中にアメリカの大統領がウクライナに足を運ぶというのはか,りなかなりの勇気がいることだと思います まあ皆さんの中にもバイデン大統領好きな方嫌いな方分かれると思うんですけれども私の印象では民主党というのはアメリカのねまあいい人も悪い人もいるでしょうけど共和党と違うところは自分の 名誉とか資産とかそういうのが中心でなく人々のために働こうとするところだと思いますじゃあかといって民主党の政治家が皆潔白で素晴らしい人々かというとそうではないでしょうでも人っていうのは心がけだと思うのです人のためになりたいという心がけが第一であるならば うん、それは世の中のために少なからずなるのじゃないかなと思いますもちろん自分を大切にすることも大切ですだけど人の立場に立ってものを考え思いやりを忘れずにできること 人はなかなか変われないとは思うんですけれども何か言ったりやったりするそのちょっと前に俯瞰から自分を眺めて心の奥とつながって行動できたらと自分も失敗も多いですけれどもこれからも心がけたいと思います 少し前にちょっと怖い夢を見て自分がメロディーを歌っている声で目覚めちゃいましたロサンゼルスに住んでる夢なんですけども夢の中で大きな地震を経験して家が空中に浮かんじゃって着地するというそういう夢でそういう中でも知人の家に行って 数曲演奏するんですけどもメロディーを父の死のこともあってご披露しようかなと思って歌い始めたところで自分も歌っていてその声で目が覚めましたどうか皆さんも本日が心休まる 日でありますように、たとえ一日全部がそうじゃなくても、一瞬でもそういう瞬間がありますように。聞いてくれてありがとうございました。飯島まり、い島まりでした。<laughs> おやすみなさい。